どうも、鶴巻真希です。今回は友人が見事当てた特別試写会に行くことができました。その映画はアライブ不運。公開前に見れましたので、感想と見どころを話していこうと思います。感想を話す前に、少々あらすじを話そうと思います。この映画はドリフトキング土屋圭一氏が監修しており、ドリフトがメインの映画になっています。ストリートではなく、ガチガチの競技の映画です。さ、あらすじへ。解散の危機に瀕するドリフトチームがスカウトしたのは、内向的な性格から人付き合いが苦手だが、ゲームだけは驚異的な才能を放つゲーマーの主人公。実写でもその力を発揮する主人公だったが、彼の前に生死をかけてレースに挑む者たちが立ちはだかる。主人公が覚醒したテクニック、情熱、勇気、そしてチームワークはバーチャルとリアルの壁をぶち破り、新たな極地へ。っていう感じのあらすじとなっております。キャストも豪華です。野村周平さん、陣内孝則さん、本田博太郎さんなど、有名な芸能人さんが出ています。正直、吉川愛さんが可愛すぎでした。有名なドライバーさんも出てくるので、ちょっと特別感がありましたね。さて、感想を言っていこうと思います。面白かった。が、感想です。あ、ちゃんと言います。主人公の性格であったり、マシンのセットなど、細かい部分での演出がかなり凝っている感じでした。しかし、それでも、そうはならんやろ、それはおかしいだろ、っていう部分はありました。いい部分もかなりありましたが、本当に一つだけ、許せん、と思ったところがあります。まあ、これはファンだからその人が出てこないっていうのが、ありえん、と思った行き過ぎた愛です。さてさて、見どころですね。見どころはたくさんありますので少しだけピックしておきますね。まずはカメラワーク。カメラワークにはかなりこだわりがあることがすぐにわかりました。引き合いに出すのは場違いかと思いますが、ワイスピのカメラワークも良かったですが、アライブ不運のカメラワークもかなり良かったです。二つ目はマシン。本物のモンスターマシンを使用しており、ド迫力な走りをしておりました。三つ目は音。やはり本物を使用しているので、音は迫力が段違いでした。四つ目は人物。キャストを少し紹介したかと思いますが、ドリフトでは有名な斉藤大悟さん、川端雅人さんが映像では出てきます。あの、咲かせてみせますドリフトの花で有名なオリドさんも解説で出てきますよ。五つ目はニュルブルクリンク。作中にはグランツーリスモが出てきます。ニュルブルクリンクのあるところがあるところで役立つ、これは見どころなんじゃないかと思います。最後に作中に出てくる車のナンバーも見どころです。はい、ということで、あらすじ、感想、見どころを話していきましたが、見たくなった感じはありますか？まあ少しだけネタバレをしてしまったところはありますが、おっとこれだけは言っておきたいです。アライブ不運は6月10日に公開ですので、ぜひとも劇場に足を運んで、迫力を味わってくださいね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。